セーリングワールドカップシリーズ江ノ島大会2019が今日から開幕本日はセーリングの楽しみを知り現地で楽しんでもらうための緊急企画題して「今日から開催セーリングワールドカップシリーズ江ノ島大会2019を楽しむ神奈川ヘッドラインニュース」。 神奈川県みんなでビューティービーエンターテインメント広報カナフル TV のお時間です。今日は黒岩知事にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあいよいよね今日からセーリングワールドカップシリーズ江ノ島大会2019が始まりました、うん。そうですね。来年は東京2020、はい、ねオリンピックのセーリング競技行なりますからね、はい、盛り上げていきたいですね。さあそして今日はアナちゃんと一緒にお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。はい、そしてるいるいはいは、はい。 ちゃんといますよ <laughs> さあさあ今年からですね、はい、来年にかけては、まあ、もうご存知かと思うんですけれども、うん、世界的なスポーツイベントが目白押しなんですよ。でね本日からは江ノ島でセーリングワールドカップシリーズ江ノ島大会2019が開催、うんはい、ということでですね今日はセーリングの魅力そして現地に行って楽しむ最新情報をお届けします <laughs> 楽しみ ホントなニュースをねいろいろとお伝えしたいと思います、はい、まあ、今日からいよいよ始まりましたワールドカップなんですけれども、うん、見てそして行って楽しめるということでまずはこちらですじゃじゃんセリングワールドカップシリーズ <laughs> 江ノ島大会2019フェスティバル開催です フフェスティバルフェスステティィババルル、はい、あの今度の土曜日と日曜日の2日間ですねこのセーリングワールドカップシリーズ江の島大会2019フェスティバルが開催されるんですが、うん、まあどんな フェスティバルかと言いますと生でレースを観戦できる大型ビジョンが設置されたりですとか、うんまあ、そういった時に欠かせないのがグルメがあったりですグルメも出るんです、うん、地元のお、ね、いしいものが出たりですとか、うん、あとちょっと面白いなと思ったのが、はい、海岸漂着物を利用したワークショップ。うん へなんかその海らしいイベントになるとこれ結構盛り上がるんでですすよねねそうですね、うん、最後はねあの表彰式ありますからね、はい、去年、表彰式の、ね、自由式行ってきたんですけど、ねはい、もう勝ったばっかりの選手たちがうわーって喜んでやってきますからねそ,かそれを間近でで見ることができます、ね、ううこれレースもね本当に白熱しますから、まあね、どこが勝つのかこのレースの行方はもちろんなんですけれども。はい おすすめはですね、当日出店される地元グルメの数々なんですよいや、気になりますねそこでですね、本日は開催に先駆けまして、はい、各店自慢の一品をスタジオで試食していただきますが、しかし何そんな簡単にはね、<laughs> 食べさせられないんですよな、ね、で,ですか本日はですね、す美味しいグルメをかけてセーリングクイズを取材します 見事正解しましたらご褒美として試食ができるということなんですね当日出品されるイチ押シグルメこの後続々登場しますからね <laughs> では最初のグルメはこちらです、うんうん、茅ヶ崎南木牧場の茅ヶ崎メンチ 神奈川フードバトル金賞受賞神奈川グルメコンテストグランプリ受賞さらに神奈川グルメフェスタ金賞受賞と、えー、数々のグルメコンテストを制したその味,味そ食べてみたいですよねト、えー、トマ食べたいしそう食べたい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 ですよね、はい、さあというわけでですね第1問目は茅ヶ崎メンチをかけてのクイズですでは第1問 ズバリヨットの原動力は何でしょう一番ガソリン二番風三番潮の流れまあ、これサービス問題かな <laughs> そうでも最初本当私モーターで動いてるのって思ってたんだけどえ、引っ掛け<ー>え、ひっかけじゃない <laughs> モーターでは皆さんお答えをどうぞ <laughs> あ、でも今何番だったっけ <laughs>、はい 一番がガソリンで、二番が風、三番が潮の流れ。はい、これは。これは全員二番。風ということで。じゃ、っ引っ掛けじゃなかったら、これ。うん、さあ、正解は。二、ね、番、風の、えー、風でした。<laughs> 私、七時乗ったことありますよね。こ、ねね、れは<ー>、ねね、すごい早いから、はい、本当でも風だとは信じられないよ、ね。そう、確かにね、潮の流れって意外に、あれ、それかも。私も今、確かに、確かに、確かに、それは。気になこれね、ヨットレースというのは、風下のスタート地点から、風上へ向かって、ポイントを通過して。再び風下を目指すという競技なんですね。まさに、風を読む知力も必要とされる競技なんですよ。 セーリング競技は1896年第一回アテネ大会から正式種目でしたがなんとその時にはですね、うん、悪天候で中止になってしまったということで<ー>1900年のパリ大会に最初の競技が実施されたんですね<わ>自然を相手にするセーリングならではのエピソードですよね食べていいどうぞお召し上がりくださいい,いただきますい,い,、ね、いただきます、うん、わっこ おすごい肉肉しい。肉肉しい。食べてるお肉食べてるお肉の味がする。すごい。なんか懐か,かしい感じなんだうね。もジュワッてお,お肉のなんかスパイスも軽いこのまま何もかけないで美味しい。うんうん、すごい美味しい。グルメはこれだけじゃなくてまだまだ続きますので、はい、次も頑張ってください。うん、よし。 セーリングは自然環境によって試合展開が大きく左右される競技一斉にスタートするダイナミックさもありながら風の強さや潮の流れといった環境の変化また他の手との位置関係や自分たちの手へのコンディションなどさまざまな条件を計算しながらフィニッシュラインを目指す強靭な体力と精神力を持ったチームが勝利する競技。 風が吹いてる方向に向かってこう進んでいくね。ね<ー>回すわけなくてこう斜め,斜め斜め切っていくから、だからそのコーナー回るまではどの艇が一番なの、はい、こうわかんないですよね。うんうん、あこれだから面白いでしょうね。ね<ー>知れば知るほど面白く見れるのがセーリングですよね。ということで続いてはより興味を深めていただきたいということでこちらです。はい。じゃじゃん。じゃじゃん。セーリングの魅力を子どもたちへ小学校で特別授業開催。 6月18日子どもたちにセーリングの魅力を伝えるため県主催によるセーリング特別授業が横浜市立金沢小学校で開催されました子どもたちは体育館に設置したヨットに乗り込むなどさまざまなプログラムを体験してセーリングの魅力を肌で感じる授業となりました。<laughs> 驚確かに何かねそのまっすぐ進めないって聞いても何かピンとこないけどあドライヤー当てながらやるとかいいですよねかりますよね子供たちがねより興味を深めて将来やりたいなんてこってね人口がまた増えてくれるとそうですよねこの子たちがまた魅力を伝えてくれたりするとねいいですよね。で他にもですねちょっとこんなものがありましてこれセーリングスゴロク。 どういうことですかどういうこれどうやって遊ぶのっていう <laughs> 実はこんな方が作ったんですお邪魔した先は藤沢市役所ですここにあのセーリングすごろくを企画した方がいるとのことなんですがおどうやらこちらの方のようですねあなたがセーリングりセーリングすごろくを考案したきっかけは はい私ですね、とあるきっかけでセーリングという競技を始めまして、そして、えっと、そのセーリングの魅力を伝えたいと思いまして、セーリングすごろくを作成させていただきましたとあるきっかけとは実はですね、これ、名前を見ていただければと思うんですけれども、私、海の上と書いてる、うなかみと申しますで、この苗字なので、大学の時についついこの名前を名乗ったところ、物質に連れて行かれてしまいまして、そこからセーリングというですね表記にのめり込んでしまって、今に至る、ございます。 そうなんです宇奈上さんは自らの名字がきっかけでセーリング競技を始めその魅力を伝えたいと藤沢市役所に入庁した根っからのマリンスポーツ好き現在はワールドカップはもちろん東京2020大会へ向けセーリング競技を盛り上げるため日々奮闘しています。セーーリングののサークルがございまして声かけられた時に海の上で てうなかみと言いますと言ったところじゃあ入るしかないねって言われて腕を掴まれて部室まで連れてかれてしまってそのまま即日入部というところで、はい、大学は、ね、4709というです、ね、競技艇に乗らせていただいてまして、はい、それでと3年間大学の間やりましてその後も少しあの社会舎って乗ったりもしてましたもともと家が江ノ島の近くだったので興味はあったんですけれどもまさか自分がやるとは思ってなかったので、まあ、これも何かかの運命かなと思って、はい、さあそんなうな海みさんたちが考案したセーリングすごろく コンセプトは子どもたちが楽しみながらその魅力を学べること制作過程でも大いにこだわったそうです えっと、まず事の始まりとしましては、えー、と子ども向けのセーリングの冊子を作ろうという企画がもともとあったんですねいろいろ考えたんですけれども写真や、えー、と文字だけで、えー、と子どもに対してセーリングの魅力を伝えるのは難しいかなと私は判断しましてちょっとそのゲーム形式で子どもが楽しく遊べるようなものを作ろうと思いこれを企画させていただきました、えー、と試作品をまずですね湘南白百合学園の小学校の児童の皆様にやっていただきましたそこであのたくさん感想文を書いていただいてそれが実際湘 自分たちの声があの実際にこの盤面上に反映されていてすごくそこがあの嬉しいというような感想はもらいましたセーリングすごろくの特徴は特製の紙コインをトスし左右へ駒を進めていくことこれは自然を相手に行われるセーリングそのものまた競技のさまざまな状況や用語も盛り込まれるなど子どもたちが楽しみながらセーリングを学ぶにはぴったりのアイテムとなっています まずずは難しししいこととを考えずに、まあ、ゲームとして楽しんでもららえたらなと思いますそしてたくさんやっていくうちにいろんな疑問だったりだとか発見とかあると思うのでその中でセーリングの魅力とかをそのあとで感じていただければいいかなと思っておりますところでウナカさん海の上の男セーリング経験者地元が江ノ島ってもう今のお仕事転職じゃないですかワールドカップもその先の東京2020大会も楽しみですよね 風と波の力を使ってダイナミックに進む楽しさそれはまず皆さん見て分かることかなと思うんですけども私が特にお伝えしたいなと思いますのがえとその体力の部分でなくこの頭を使う部分なんですね車のレースと違って決まったコースを取らずに自分でコースを決めながら次のマークへ向かっていけるんですね体力だけでなく知力も使った奥深さのあるゲームかなと私は思っております今日からセーリングワールドカップシリーズ大会が始まりますが世界中のトップセリアーたちが集まって彼の技術や力それを比べよう,ような すごく楽しい大会となっておりますそれをぜひ皆さんの目で耳で肌で感じていただければと思いますのでぜひ会場に足を運んでいただければ嬉しいですレースが始まったワクワクするぞ,ーーするぞ次、知事です 左。左。風が強い。好きな方にもう一歩は進む。多いね。あ、だんだん風が弱くなってきたって。好きな方に進んでいいのに。よし。また右だ。右の方が風が良さそうだ。良さそうだ。やっぱね、風が吹いてない。進めないですからね。左面白い。どうだ、左。左、こっちは風が弱くなかった。よかった。うあ、やっと左が出た。あ、風が。 夫が倒れた一回休み。一回休み。苦すぎて無だ。考えた方、うなかみさんって本当する。本に。これをやるために生まれてきたみたいな。うなカミさん。いやまあ勧誘の時にね名前聞いてうなかみさんだったらそれ引っ張っていっちゃいますよね。確かに。いやでも面白いですね。これで自然と学べますよね。うんさあさあさあここでですね。グルメをかけた二つ目のセーリングクイズいきますよ。行っ 今度の土曜日曜に開催されるセーリングワールドカップシリーズ江ノ島大会2019フェスティバルへ出展するグルメ店はこちらです、うん、どこだ辻堂駅南口から徒歩3分路地裏の隠れ家的なダイニングバープラスガードから特製ハンバーグロコモコがエントリーランチメニューでも大人気のこだわりの一品が満を持してフェスティバルに登場ですう<わ>いやこれも絶対食べたいですねいや絶対食べたい さあ、あ<っ>今日はですね、ブ <laughs> ラスガードからスタッフの渡辺さんがスタジオに来ております。ありがとうございます。ますます渡辺さん、ぜひこちらのおすすめポイントお願いします。うん、当店の特製ロコモコは、ふっくらジューシーに焼き上げたハンバーグ、そして長時間煮込んだデミグラスソース、うん、そして半熟卵が乗ったロコモコになっております。こちら、混ぜてお召し上がりいただくととても美味しいので、ぜひ食べてください。<laughs> 食食べべたたいいででしょすよね <laughs> さあそれではですねプラスガードさんの「ロコモコ」をかけてのクイズです。<laughs> 第2問じ <laughs> じゃじゃん,ゃん先ほど VTR で登場したセーリングすごろくの発案者上さん、はい、海の上という名字からですね大学時代先輩に誘われ始めたセーリング、うん、つまり、うなかさんが行っていた種目はどれでしょうか 一レーザーラジアル Q 二 <laughs> フィン Q 三四七マル Q これってだってさあさあ中目さんに聞かないと分かんない,ない。これねあの VTR ちゃんと見てた人はわかりますよ。見て,て,てた？嘘。では皆さん正解をどうぞ。う聞き逃した。はい、いいせーの、はい。お 佐々木さんが一番で、ね<ー>、これはひょっとしたら VTR を見てない人がバレたかもしれません。あえー、中身さん格好良すぎたからか見,て見とれちゃってました。<laughs> <れ>正解は三番四七丸球です。えー、お二人正解、えー。ありがとうございます。 解説しますと470級というのはですねリンギーという2人乗りの小型ヨットなんですね1976年モントリオール大会からオリンピック種目になりまして1988年ソウル大会からはセーリング競技初の女子種目にも採用されましたレーザーラジアル級というのはセールの面積を80%に削減したヨットで行われる女性専用の種目なんですね逆にフィン級というのは全長4 5メートルの1人乗りヨットを豪快に操船する セーリングのヘビー級とも言われるクラスなんですね。今の一番は完全に間違えたこと、完全に間違えですね。あ、ずっしり。美味しそう卵がこれを崩して、はい、あの崩していただいて、と混ぜていただいて、これが出出店されるメニュー。そうですね。当日の出店メニューでございます。これはいいですね。ボリューミーだし、食べ応えもありますので。もうこれ食べたい。 出店されるメニューそうですね。こちらもはい。あいい、お肉たっぷりのってるすごいデミグラスが深い味しますね。うわ、多い,い。これも出るんですか。はい、はい、これは<ら>これは,はいチリコンカンナチョスですね。はい、ナチョス。<laughs> はい。<laughs> でもこんなにお肉たっぷりのナチョスもなかなかねもうそうですねもう食べ応えありますねはいサクッと食べれますのでナチョス自体の塩加減もちょうどいいですしもうゴロゴロお肉が先輩に食べさせようみたいなおいしい先輩ちょっと VTR ちゃんと見てないから先輩いや田崎さんかわいそうですけどこれはしょうがない VTR 見てたら分かる問題でしたからね今度からちゃんと見逃さないようにしていうでしたそれでは最後に渡辺さん一言お願い。 いたします。はい。えっと当日、えー、セーリングの世界大会、えー、当店オリジナルの、えー、メニューロコモコを出展させていただきますので、ぜひとも皆様足を運んでください。さあここで改めてですね、はい、セーリング競技についてなんですが、うん、これ実は。 黒岩知事は以前にアンナちゃんと早起沖でセーリング体験されていらっしゃいますよね。うんはい、そうして、あの時、あと、アテネオリンピックのね、あの、はいうん、メダリスト。関、うん、和人さんのね、ナビゲートでね、一緒に出ましたね。うん、<ー>ね、これは。実際にティラーと呼ばれるね、ハンドルを手に、ロープを使って、ほを動かしてね、はい、操縦しましたね。 あのくぐるのすごかったですよねこれでそうそうそうあれをあの難いが難しいんですよねそう下手すると当ぶつけちゃうからねそうなんです私も手引っ張ってもらわないと向こうに行けなくて全員いっぺんに反対側に移動するそうですそうです行きまして体をガーと外にねこう放り出す感覚ってこれ快感でしたねでかなり水が近いんですよねね怖いんじゃないかなと思うんですけどもう ギリギリこう行くって行くんだ。もう千尋は本当海の男なので。ここがたあの大学時代に体育の授業で一週間合宿で、あのヨットやったことがあったんですね。もうそれ思い出してね、学生気分で。でも本当いい思い出ですね。三年前とは思えないぐらい。三年前。ということで続いてのトピックはこちらです。じゃじゃん。ついに完成。新たなレガシー江ノ島セーリングセンター。 8月3日ワールドカップ開幕に合わせて江ノ島セセーーリングセングターが完成しましまた、うん、この施設では大会中はレースの運営を取り仕切る管制塔の役割を果たすほか<ー>出場する体が基準に適合しているかどうかの計測を行う場としても使用されるなど競技には不可欠な施設なんです、うん、大会以外でも体のメンテナンスを行う整備庫などを備えた施設でもあります、うん 今ほらあのね手が入ってましたけど、あのマスト高いマストありますよね。あれを折りたたまないでそのままその収納できるというね商品に設計されてるんですよ。吹き抜けみたいにねなってましたよね。うんすごいですよね。でもあと同時ねあの江ノ島大橋も三車線になって、そっかそっか混雑緩和にねそうです。だいぶ違いましたね。いつまでね渡る時に大混雑したんだけどもね、三車線だったらもう全然違いますよ。なるほどね。 着々と準備がね。うん。うん、いや、これオリンピックがあって、そこで使われたものがそのまま残っていくっていうのはいいですよね。ね<ー>うん、じゃあ、これずっとやっぱり、この先々も、まあ、オリンピックあって、ワールドカップあったよっていうことで。残っていくん、ね。そういうことですね。まあ、もう、まさに、まあ、改めて、そのセーリングの聖地になっていく、はい、と。いうことですね。ーうん、ああ、いいですね。さあ、ここで、はい、グルメをかけた三つ目のセーリングクイズです。来来次こそ突然きますよ今度の土曜日曜に開催される。 セーリングワールドカップシリーズ江の島大会2019フェスティバルへ出展するグルメ店とは、うん、ハワイノースショアからヘルシーなスーパーフードドリンクバーが日本初上陸今回はビューティーアンチエイジングアップグレードスムージートロピカルをご用意しました新感覚のスーパーフードドリンクをぜひお試しあれ これは私でしょうーい。ここに入ってる。<laughs> これは。さあ、今日はですね、はい、ザサンライズシャック鎌倉大仏展から、武田さんがスタジオに来ていただいてます。ありがとうございます。やっぱりスーパーウォーですね。ね 大田さん、ぜひおすすめポイントお願いします。はい、えっ、ー、とこちらハワイでも定番となっているトロピカルスムージーはですね、マンゴー、パイナップル、うん、バナナがたっぷりと入ったスーパーフード入りスムージーとなっています。どんな年代の方にも好まれる味となっている特徴があります。そうなんだ。絶対飲みたい。いやこれね。<laughs> もうビューティーアンチエイジングですからねお箸のためのドリンクです飲んでみたいですよね <laughs> は,いはいもちろんさあ正解したら飲めますのでではそれではザ・サイライズ・シャック・ジャパンさんのスーパーフードドリンクをかけてのクイズですよし第3問よ<し>ででんオリンピックのセーリングで日本は過去にメダルを2つ獲得しています どちらもヨットの四七丸九ですがメダル獲得の大会は二千四年アテネ五輪の銅メダルともう一つは一番千九百八十八年ソウル大会二番千九百九十二年バルセロナ大会三番千九百九十六年アトランタ大会どちらでしょうか、えー、ということでね、えー、これは結構、えー、アテネ大会はなんか厳しいなこれ結構ね知識がないとちょっとしたら ア金大会はねさっき言ったからねそうなんですよそっち取られちゃったからねえーどうしよっかなどう数字が好きかなさあそれでは皆さん一斉に正解をどうぞせーのはいおおこれは知事が一人で飲むか私とアンナちゃんが飲むかビューティーになるかまさか誰も飲めないか全滅だ正解の発表ですは正解は 三番アトランタ大会全員外ズレどうすれ誰も当たらないってことがあるんですねどうしたいのこれ武田さんに決めてもらいますか一人一人一人でいいですかじゃあもうここはぜひ私私でいいの本当に私と先輩差し置いた私のいいですか 今日や日やばったんだね日本は1996年アトランタ大会で女子の茂由美子、木下アリシア組が銀メダルを獲得したんです2004年アテネ大会で男子の関和人、とど健次郎組が銅メダルを獲得しています東京2020大会では江ノ島をホームとする吉田吉岡ペアの4709でのメダル獲得が期待されております<ー>ではどうぞ バエーって感じですね。まあ、ちょっとイラッとするぐらい笑顔で。<laughs> いただきまーす怖。怖い顔が目がもう落ちそう目が。どうどう。美味しい。えこれで。 エンジングとかビューティーとかになるんですかですこ何が入ってるんですかそのスーパーフードはこちらはクコの実とココナッツチアシードがたっぷり上にトッピングされています結構甘めのマンゴーの味とパイナップルの味なんですけどこのねスーパーフードがちょっといい食感に、ね、そうなんですなりますねいやー <laughs> あーまたワンパク出た <laughs> やばいワンパクが <laughs> なんか若返った <laughs> 何だろう、この黒いのなんだろう。そちらはブルーベリーになってい。いブルーベリー。<え>なんか、目もキラキラしそう、ね。そいや、でも、本当女性。はい、特にね。えー、こんな美味しくて、綺麗、はい、になれるなら、飲んでほしい。しかも映えます。<laughs> <laughs> さあ、さあ、それでは、最後に武田さん、一言お願いします。はい、はい。えっ、ー、と、ハワイでも大人気のスーパーフード入り。ドリンクで。 ぜひワールドカップでもお楽しみいただければと思います当日はサンライズシャックの女の子たちが元気いっぱいお待ちしていますのでぜひお楽しみくださいさあちょっと今更になるんですけれども、はい、田崎さんセーリングってどこでやる競技でしょうかえなんか今更聞かれるとちょっと自信えいいんだよね海海でいいんだよね海でしょ <laughs> どこ どこそう海なんですよ。ね、<laughs> ななんんでそんなこと聞くのいやあのね世界から大勢の人がワールドカップって集まるじゃないですかはい、はい、神奈川の綺麗な海をねやっぱりぜひアピールしたいですよね一時。知事そうですよねこれね神奈川県は SDGs って言って、うんはい、国連が定める持続可能な開発目標17これがね、うん、最も先進的に進めてる自治体だって言って都道府県として唯一選ばれてますからね、はいうん、これに基づいて「神奈川プラゴミゼロ宣言」とやりました。 プラスチックっていうのはね、海に流れていってもそのまま溶けないですからねんどんどん細かくなっていくだけだからこういうものはねなくしていこうということでねプラスチックゴミはゼロにしようということでこのセーリング競技に備えてもですね海をきれいにきれいにということをやってるんですよね、うん、ということで続いてはこちらです、はい、美しい海を世界へ PR、国内初の秘密兵器が登場秘密兵器、うん、ちょっとこちら見ていただきたいと思います、うん、これあの真ん中にある黄色いのあるでしょえ あれですか？うん、あれシービンって言うんですね。あれ要するにプラスチックのようなゴミをですね、はい、あれとこに集めるんですよ。えー、あれあの二箇所にですね置いてあってあれプラスチックゴミだね。いっぱい入ってますね。入ってるでしょ。海の水がこうね流れてきて、そしてこれをまあろ過するっていうのかな。うん、いう感じあ,あいう形でね、ネットにそのゴミを回収するんですね。 そうそうするとあの表面に浮いてるとかですねそのプラスチックのゴミが回収できるということでこれあのえオリンピックの競技会場ってあら湘南公園にね2基設置しているんですねこれ今まで前前からあってこれ国内で初めてですねそうなんですね、うん、確かに相手集めるとねいいですよね,ね,ねこれからどんどん広がるね相手にしてるスポーツですからねそうまあもちろん散らかさないのが一番ですけどね、うんうん、はい。 ということで今日もお送りしてまいりましたが、はい、知事最後に一言お願いいたしますそうですねなんかもうこのセーリングのことを考えるとワクワクしてきますよね、うんはい、えあと一年以内に迫りましたからね、はい、みんなでこのね盛り上げていってまた新たなねレガシーを作っていきたいと思いますねはいいよいよ今日から開催です<お>セーリングワールドカップシリーズ江ノ島大会2019ということでまあもちろん試合も気になりますけれども、うん、あの世界大会の雰囲気をねぜひ皆さんも味わっていただければと思います このあとはカナスタグラムです。